はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。皆さんの中に窓にシャッターついてる方いらっしゃると思うんですけど、これ使ってます？ちなみに私は使ってます。やっぱり窓よりもなんか防犯面的なことを考えると、こう頑丈なシャッターが閉まってる方がなんか安心できるんですよね。ただこのシャッターって難点なのが、まあうるさいんですね。まあ仕事終わって夜11時ぐらいに帰ってきて、まあ音が出ないようにそろりそろりって閉めるんですけど、とはいえやっぱりなんかガラガラって音が出ちゃうんですよね。まああとはゆっくり開け閉めするとちょっとめんどくさいっていうのもありますね。あと夏の暑い時とかに完全に閉め切ると暑いんで、ちょっとだけシャッターの下の方開けとくことあるんですけど、手動のシャッターって途中でロックする機能とかついてないんで、これ防犯能力ゼロですね。あと手動シャッターの最大の難点は、シャッターを開けるために窓と鍵を開けないといけないってとこですよね。例えばこんな風に朝シャッター開けるときですね。でシャッターって向こう側が見えないので、外に露骨に怪しい人がいたとしても分からずにこれガラガラって開けちゃうんですよね。でシャッター開けるときにはもちろん窓も開いてるので、こんな風にフルオープン状態になってですね、簡単に不審者が侵入できちゃうんですね。でこれらの問題全部解決する一番簡単な方法は何かと言いますと、シャッターの電動化ですね。で、まあ、いつものネット通販探してみると電動化できるアイテムいくつか売ってるんですけど、まあ、全体的にですね、まあ高い。あと既存のシャッター分解しないといけなかったり、配線工事しないといけなかったりで結構大変なんですね。というわけでですね、ほぼワンタッチで簡単に取り付けられて、かつスマホで操作できる電動シャッターっていうのを、まあ、5000円くらいで作ってみましたので紹介していきたいと思います。それではまずは後付け電動シャッターの本体の紹介をしていきたいと思います。でこの細長い棒みたいなやつですね、これがメインでですね、モーターとか回路とかそういうのが全部詰まっています。で付属品としてこれ電池ボックスですね、単三電池8本で動くようになっています。でもう一つが赤外線リモコンですね。これボタンいっぱいありますけど、上と下とストップしか使わないですね。で本体の方詳しく見てみると、この端っこにですねスイッチがついてて、これでシャッターが開いたとか閉まったとかを感知しています。で裏を向けるとですね、ここにちょっとはみ出てるのがこれモーターですね。で細長い逆サイドを見てみるとこっちですね。でここにもですね開け閉めを感知するスイッチがついています。で真ん中の方に行きますと、こういう風にですねちょっと爪みたいなのがついた動くやつがついてて、これがですねシャッターを捕まえて上げたり下げたりする部分ですね。ちなみに細長シャフトの部分は幅が20ミリで、奥行きも20ミリというわけでですね、シャッターと網戸の隙間が2センチあればこいつ設置できるっていう計算ですね。ちなみに私の家の隙間は25ミリあったので、これ余裕で取り付け可能ですね。はい、ではちょっと動作確認してみたいと思います。さっきの電池ボックスですね、それの配線をカチャッとここにつないで電源スイッチをオン、これでもうスタンバイ OK ですね。あとはこの赤外線リモコンでポチッと押すだけで、あ、動きましたね。で基本的にはですね、このリモコンで上に行ったり下に行ったり停止したりっていう操作をします。はい、ちなみに端っこまで行くと自動的に止まるようになってます。はい、ではいよいよ取り付けなんですけども、まあだいたいシャッターの付近汚れてるのでちょっと拭いてきれいにしておきます。はい、うん、ちゃんと汚いですね。で次に本体の取り付けなんですけど、取り付けに入る前にですね、ここの下側のネジを2本緩めておきます。これ何のネジかと言いますと、駆動するベルトの張りを調整するネジなんですけど、窓の高さに合わせて全長を調整するときにベルトを張ったままだとちょっと突っ張っちゃうんでですね、ここを緩めておきます。
で次はですね、これ下側になるんですけど、この下側の黒い部品を止めてあるネジも4本あるんですけど、これもちょっと緩めておきます。このネジ緩めるとこの黒い部品がスライドするようになって、窓の幅にぴったり収まるようになります。はい、ネジ緩めるとですね、こんな風にちょっと伸び縮みするようになります。次は本体をシャッターに取り付ける部分ですね。これも何も考えずですね、シャッターと窓の隙間に差し込むだけで終わりですね。はい、これで仮置きが完成しました。はい、次は本固定ですね。で、これいい感じのところに微調整して、これをですね、グッと突っ張りながら横からネジを締めていきます。さっき緩めたネジを締めると固定されます。で、これ裏面にですね、ふわふわしたクッションがついているので、そのクッションをグッと潰すことでですね、上下に突っ張って取れないような仕掛けになっています。で、この突っ張りだけだと物足りないっていう人はですね、裏面に両面テープをつけて貼り付けるといい感じにくっつきますね。それでもちょっとっていう人はですね、ネジを通せる穴を開けてありますので、まあ、あのサッシ本体に穴開けちゃうんですけど、そこにネジで固定すると絶対取れないような形になりますね。はい、網戸もちゃんとぶつからずにスムーズに動きますね。はい、次はベルトを貼る作業ですね。さっきベルトの張りを調整するネジを緩めてたので、ベルトがタルンタルンの状態になってます。で、このままだとですね、空回りして動かないので、このベルトを引っ張って貼っていきたいと思います。で、やり方は簡単ですね。この下側のペローンと垂れている長いベルトをですね、思いっきり下方向に引っ張った状態で、さっき緩めたネジを締めるとですね、ベルトが固定されて、これで本体の取り付けは完成ですね。はい、次はシャッターとの連結ですね。で、これも超簡単です。まずはですね、これ真ん中ら辺にリモコンでこの黒い部品を持ってきておいて、で、本体をですね、よいしょって引っ張ると少したわむんでですね、そのたわんだ隙にシャッターをいい感じのところに持ってきて、隙間にはめ込めば完成ですね。で、これ爪がいい感じの形してるのと、まあ、この棒がですね、シャッタースレスレに設置されてるので、まあ、そう簡単に取れたりはしないですね。はい、次は電源の取り付けですね。で、冒頭でこの電池ボックス紹介したんですけど、実はこの 12V の AC アダプター、これでもですね、普通に動かすことできます。ただ今回は配線めんどくさいので、もう普通に電池ボックスつないで使っちゃいたいと思います。で、取り付け方なんですけど、もう純粋にですね、両面テープで天井にペッと貼り付けます。これニトムズの両面テープなんですけど、結構性能がいいんでですね、勝手に剥がれて落ちてきたりとか、剥いだ時に変な跡が残ったりとかしなくていい感じに固定できますね。で、固定したらですね、そこから出ている線を本体の方に差し込んで、これで取り付け完成ですね。それでは全て完成したので試運転してみたいと思います。ポチッとな。お、いい感じに動いてますね。ちょっとラジコンみたいな音しますけど、力強く持ち上げてくれてますね。で、一番上まで行くとスイッチに反応して止まりましたね。はい、問題なく取り付け完了したっぽいですね。ちなみに動いてるとこ、外から見るとこんな感じですね。で、これモーターが小さいのと、電源が乾電池なんで、めちゃくちゃ減速比を大きくしてます。だもんでですね、ちょっとパワーは出るんですけど、その分スピードが遅いって感じですね。で、完全に閉まるまで2分半ぐらいかかるんですけど、まあほっとくだけなんで、そんな気にならないですね。と、ここで窓の真ん中にあんな棒つけたら、窓からの景色悪くなるんじゃないのと思う方いらっしゃると思うんですけど、で、窓自体ですね、結局枠があって、真ん中ってその枠が来てるんですね。だもんでですね、こんな感じで見ようと思ってもそんなに見えないですね。ただこれ外からは見えてしまうので、まあ、何か棒が1本あるぞっていう感じになっちゃいますね。ちなみに取り付け終わった状態でも網戸とか窓とか問題なく動かすことできますね。これ撮影の都合上ちょっとずれたところにつけてますけど、これど真ん中につければもしかしたらもっと目立たないかもしれないですね。
はい、次はスマホの設定欄ですけども、これはもともと家にあった普通に売ってるものを使っていきたいと思います。でこれ何かと言いますと、ラトックシステムっていう会社が作っているスマート家電コントローラーっていうやつですね。簡単に言うとスマホでコントロールできるようになる学習リモコンっていった感じですね。でこれアレクサやグーグルホームとも連携できて、かつですね外出先からコントロールすることもできるっていう結構優れものなんでですね、私気に入って家で3台使ってます。詳細はここで説明しきれないので概要欄にリンク貼っておきます。で今何やってるのかと言いますと、リモコンをですね本体に学習させてるところですね。こうやって本体に向かってピッと赤外線を送るとこういうふうに画面が変わってですね学習しましたと。でここに自分の好きな名前を入れるとアイコンが誕生してリモコンになるっていう形ですね。じゃあこれはあと2回同じことを繰り返していきます。はい、これで必要最低限の3つのボタンができたので、最後にですねこのリモコンの名前を付けます。はい、これで専用の電動リモコンシャッターっていうのができましたので、あとですねこれをタップして好きなコマンドを押すだけでコントロールすることが可能になります。ちなみにこのアプリウィジットでショートカットをホーム画面に置いとくことができますので、わざわざアプリ開かなくてもメインの画面からポチッとワンタップするだけでコントロールすることができます。はい、実際使ってみるとこんな感じですね。ホーム画面のボタンをポチッと押すと、はい、動き出しましたね。やっぱりホーム画面から一発で動かせると面倒くさくなくて楽ちんですね。はい、でこのアプリ便利なのがタイマーが使えるってとこですね。これ結構こと細かく設定することができて、例えば日曜の朝8時にエアコンを25度でオンにするとか、そういう設定ができますので、この電動シャッターはじゃあ朝8時にシャッターが上がって夕方6時にシャッターが降りるっていうような設定にしてみたいと思います。はい、設定が終わったら完了ボタンで本体に送信されます。じゃあせっかくセットしたんでちょっと試してみたいと思います。はい、これ明け方なんですけどシャッター閉まってると暗いですね。でこれ8時になったらちょっとずつ動き始めて、あ、だいぶ光が入ってきましたね。はい、シャッターが完全に開くと光が思いっきり入ってきて、あー眩しいね、眩しいね、そう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 、起きる起きる、そう、こんな感じでですね自然な感じで目を覚ますことができますね。やっぱり目覚ましのけたたましい音で起こされるよりはこういう自然の光で起きた方がなんか寝覚めがいいですよね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。実は当初電動シャッターなんて作る予定なかったんですけど、別企画でやってる自作ルーフテントにベランダをつけるっていうやつでですね、アルミの角材を間違って買っちゃったんですね。でなんとかその角材を有効利用してやろうって思っていろいろ考えてたらこれが完成しました。で次回はですねこれの安全性、まあ例えば人間が挟まったらどうなるのかとか、カーテン引いてても赤外線届くのかとか、いろいろ検証していきたいと思います。あと機会がありましたらこれの作り方とかも紹介していきたいと思います。でこれからこれ以外にもまあ面白そうなものとか役に立ちそうなものいろいろ作っていきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上でも唯一の楽しみでもありますので、ぜひよろしくお願いします。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。